どうも、鹿児島でブルーブルーのアドバンステスターをしてます、コバッチこと小原彦です。今回はですねトップゲームのロケということで、またですね僕シーバスゲームって、いろんな釣り方あるじゃないですか。その中で僕ねトップゲームが一番大好きなんですよその中でね普段の釣りもトップゲームから組み立てて、またブルーブルーのですねルアーのラインナップの中にトッププラグとされるルアーはいくつかあるんですけれども、今回僕のイメージのついているガボッツをメインに使って、またその中で待望の120ミリが登場です。今回はですねそのガボッツ120も使いながら釣りのメソッドだとかトップゲームの楽しみというところをご説明できればなと思います。では最後までお付き合いよろしくお願いします。では今、河川の河口に来ました。すごくね川幅が広くて、今からここからがもう河口で干潟がある程度続くんですけど、基本やっぱりシャローであるっていうことが大事なので、このポイントを選んだんですけど、今ちょうどねベイトが落ちてきたり日が明るくなってきてベイトがね水面に浮き出してきてるようなところなんですけど、これについたシーバスがいればなというところで、ちょうどね今サイズ感的にはガボツ120と同じくらいのイナッコがなんかこう見えてるんで、チャンスあるかなと思います。いや、イナッコすごいな。朝間詰めって基本的にあまり風が吹かないって僕は思ってるんですよ。その中で、結構ベタなぎな水面になることが多いと思うんで、その中で意識するのは、夜の釣りに行ってるんですけど、やっぱり引き波が大事かなと。せっかくね水面が穏やかなんで、やっぱアピール力を上げるには音だとか、スプラッシュを上げるだとかそういうのもあるんですけど、やっぱ引き波が一番なんかこう水面になんかこうね通った形跡を残しやすいというか、そういうところもあるんで、そういうのを作りやすいのは朝間詰めのこのベタっとしたこの風のない時間帯っていうのを利点だと思うので、朝間詰めはそういったところで波気もない風も少ないっていうところで、そういうところやっぱルアーの質、引き波が立てれるっていう特性をしっかり生かした方がいいような気がしますね。ガボツに限らずペンシルもポッパーも、スイング系もそうなんですけど、トップのアピール力が一番生きるものだと思います。今朝日も上がってきましたけど、いやもうこの穏やかな水面で空気も澄んでて、でも日が上がってきたら、全体の山のシルエットがしっかり出てきて、で正面には桜島ロケーション最高っすよねでそこにまたね魚の水柱が上がってってなったら、もう気持ちもリフレッシュかつ興奮なんでしょうねベイトが水面に浮いてるのかそうじゃないのかっていうところはあると思うんですけど、ベイトが水面にいっぱいいても、シーバスが、例えばこの城がいてイワシがいてって時でも、水面を割るようなバイトをしてるんであれば、トップを通す価値はあるかなと思いますけど、もう完全に水中で食えちゃってる時はなかなかトップのね分が悪いところがあったりするかもしれないですね。その時はもう素直にミノーなり水中でのアピール力の強いもの、波動の強いものみたいなのを使って食わせるっていうところが、超過を出す時には近いかもしれませんけど、あとはポリシーとしてね楽しさで僕はねトップを投げてるところがあるので、でもねこれは確実に難しいと思えば、やっぱねレンジを入れるっていうので、やっぱしか魚の1本取りに行くっていうところを判断すると思いますね。干潮のタイミングでちょっと移動してきました。砂地でもうだだっ広くて、すごく浅いところなんですけど、その中でも潮通しがいいっていうところなんですよね。そういうところはですねベイトも入りやすかったりするので、もしねトップゲームやってみるってところは、シャローっていうところももちろん大事なんですけど、ベイトの入りがいいかどうかっていうところも必要になってくるので、こういう浅い中でも潮通しがいいところっていうのをベイトの絡みが良さそうなところをポイントの、選びとして参考にしていただければなと思います。
こういったポイントで、どういうところを狙っていくかっていうと、まあ、今このね浅い中で、トップゲームをやってるんですけど、その中でも今すぐね、サーフも絡んでた浅い場所なんですけど、こうやって僕並んでるところってこう何十メートル間隔かで、ね、こうテトラみたいなのが入ってたりするんですけど、この間って結構潮通しがいいところになったりするんですよ、潮の行き来がするんですよね。なのでそういうところって浅いところに入ってたベイトが今度は出ていかないといけなかったり、ね、っていうところで実はシーバスが餌を待ちやすい場所なんですよ。なのでこういう間水道になってるようなところだとかっていうのはどのプラグに限らずですけどやっぱポイントにはなりますよね。でもしね上ずっているようなイワシだとか、そういったベイトがいればなおねトップでね楽しさが出てくるんじゃないかなと思います。シーバスって僕やっててやっぱ魚思うんですけど、人間にとって、ね、僕らアングラにとって一番身近なところにいる魚だなって思うんですよ。で僕らが生活してるねこの街の中の生活圏に普通にいるわけじゃないですか。その中でシーバスって他の魚とちなんか違うなって思うのは、ね、人間の作った人工建造物だとか、ね、橋だとか、人工建造物じゃないとしても、自然でできた、砂でね流れでできた削れた砂のブレイクだとか、そこにねなんか大きな岩が沈んでいるだとか、もちろんねボトムの地形の形状も大事です。そういった感じですね。なので、ボトムの地形のね変化があるところっていうのはやっぱトップ通しても反応得やすいっていうところがあるので、そういったところでね活用しながらポイント選びしていければなと思いますね。ガボッツの基本的な動かし方としてはやっぱね水を受ける、ね、受けやすい作りになっているので、やっぱりただ巻きですよね。このただ巻きリトリーブ、ガボッツが揺らぐ抵抗感をつかめるリトリーブでするただ巻きですよね。これがもうまず一番の基本です。それ以外にやっぱり、ね、動的な動かすっていうところでとロッド操作で動かす、リトリーブをすると直線的にしっかり自分に返ってきちゃうんですけど、その中にロッドで抵抗感をロッドで揺さぶる、ドッグウォークをする感覚でちょっとロッドでアクション操作を入れてるんですけど、これでガボッツを横に揺らすというかこうする方が普通にリトリーブするより移動距離は少ないですよね。ガボッツって形を見ていただいてる通り分かると思うんですけど、水の受け口がねポッパーのような形になっていて、水の受け方はウェイクで、水の掴み方はポッパーっていうような形でそういう形状をしてるんですよ。なのでやっぱねポッピングも一応できます。こうやってダイビングするようなポッピングを入れることもできつつ、ウェイク系として泳がすこともできるんで、ポッピングはねアピール力がやっぱ強いですよね。そういうところの利点を、しっかり活かせるっていうところもありますし、しっかり泳ぎで食わすっていうその二面性、ポッパーとしての特性と、ウェイクベイトとしてのね、特性とその二面性をねうまく活かしていただければなと思います。これ僕なりの、僕の意見っていうか、僕が一つ思うのはやっぱ自分に見えやすいカラーをまずは一個持っておくことが大事かなっていうのを思いますね。投げた先でしっかり遠くにあっても自分から見やすいっていうのが、どういう動きをしているかとか、どういうこの入力でどんな動きが出ているかっていうのをしっかり目で見れるってことができると、どんどんトッププラグの、ね、動かし方って上手くなっていきますよね。それで一回、ね、誤爆なんかさせちゃったもんならもうそれ掴んだようなもんなんで、この動きで食うんだっていうのをね、そういうこともね知ることもできるんで、でもやっぱりね自分にルアーを 見ながら操作することが一番だと思います。トップでねマットチャートとか、ね、黒いルアーとかのねとか、クリア系じゃないカラーっていうところのねやっぱ思うんですけど、下から見てるって、魚がねルアーを下から見てるって想定した時にやっぱり透けてないカラーの方がシルエットがはっきりするんじゃないかなみたいな、そういうところはちょっと思うところはあるんですよ。なんで、そういったところでなんか僕はルアーのボックスの中にはいつもクリア系と
なんですかね、フラッシングするタイプと、あとチャート系と、この3つをやっぱ入れてるって感じですよね。まあ、自然的にルアーボックスがパンパンになっちゃうんですけど、それで。でもなんかそういうカラーチェンジのね、ローテーションとかもですけど、変えていくっていうのはありだなっていうのは思ってるんで、そうですね、まあ、その3種の、ね、なんかこうクリア、あとはフラッシング、あとはチャートっていうところを結構意識して、その 3つをベースに変えていってるようなところはありますよね。下から来ましたね。まあこれもね、楽しさなんですよ。出たけど乗らないとかね、バイトがバーって来たけどかからなかった、これもね、一つのね、ハマる要因なんですよ。最初でね、まあ、釣れるのももちろん楽しいんですけど、乗らなかったって言ってこうやってテンション上がってると思うんですけど、これがね、トップのね、本当楽しさ。これもまたね、複数人でやってたら、またね、見回りで盛り上がったりして、これまた本当ね、トップゲームね、みんなでやる楽しさなんで、ぜひこの楽しさね、体感してほしいですね。トップゲームと言っても、やっぱりトッププラグって言っても、またその中にもいろんな種類があって、ペンシルベイトだとか、アイジ系だとか、ウェイク系だとか、もうポッパーだとか、まあ、いろんな種類あると思うんですけど、まあ、その中でやっぱりトップゲーム、そんだけトップゲームって一つの括りの中でもいろんなルアーってあるわけですね。だからその中で実は風が強かったりとか、波気があったり、あとめちゃめちゃベタなぎだったりとかあると思うんですけど、そういう中での使い分けっていうのがあって、波気があるときはポッパーが良かったり、アピールの強いルアーが良かったり、サイズの大きなペンシルが良かったりとかっていうのはあるし、でベタなぎのときは引き波がしっかり伸びやすい、引き波でアピールしやすいウェイク系みたいなルアーが強かったりとかで、大きいルアーでアピールが強い方が良かったり、アピールが全然しなくて動かない方が良かったりっていう状況によって、まあ、特に風とか波気っていうところがすごく影響してくるところがあるんですけど、まあ、そういった中のシチュエーションに合わせたトッププラグの使い分けっていうのができるところで、トッププラグの魅力っていうか、まあ、トップの楽しみ方だなっていうふうに思います。まあ、ブルーブルーの、まあ、ラインナップにありますこのガボツっていうのは、くくりとしてはウェイクポッパーという位置づけになります。ウェイク系の動きでありながら、まあ、ポッパーの要素も兼ね備えてるっていうところですね。二面性があるっていうところで、ポッパー1個であるより、でもウェイク系が1個っていうよりは、じゃあこれでどっちの要素も持ってるルアーがあった方が強いんじゃないかっていうところで、ガボツはその分お得じゃないですけど、はい、その2つのね、使い方があるっていうところが、なんかガボツの魅力かなってやっぱり思いますね。まあ、ガボツのね、シリーズラインナップの中にはガボツ200という一番大きなルアーもあるんですが、その下にガボツ150ってありまして、でガボツ90っていうのがありました。でその下にトップチヌとかですね、メバルとかにガボツ65っていうサイズがあるんですが、絶妙にシーバス、なんかこうスタンダードな使用感っていうところがいけるサイズ感っていうのがなかった気がするんですよね。まあ、その中でユーザーさんとかからの要望も多かった120mm っていうのが今回ね、リリースされることになったんですけれども、ガボツ150では自分のタックルではちょっと重たくて投げれなかったですっていう方もいらっしゃったり、ガボツ90だとちょっと軽くて飛距離出しにくかったとかっていう方がいらっしゃった時に、その中間サイズをやっと埋めるサイズが出てきてくれた。やっぱいろんな、ね、アンケートだとかユーザーさんの要望の中にガボツ120のサイズが欲しいですっていう要望もあったように、僕らもやっぱり欲しかったサイズですね。イナッコとこの城と、でもその中間のなんかサイズのいいイナッコがいた時のアピールの強いルアーが欲しいと思った時にガボツ120というのが欲しかったので、今回僕もね、実際待ち望んでたガボツ120なので、また今後ガボツをね、使っていく上で楽しみが増えたなっていう、その感覚ですね。今日暗くなりましたんで、まあ、こうやってね、橋に
除夜灯がついていて、橋に明暗部ができる、まあ、シーバスフィッシングでいう、まあ、定番的な、ね、ポイントにちょっと来たんですけれども、まあ、この中でもね、こういう橋の明暗ゲームっていうところもトップゲームは結構ね、有効な釣りになりますので、ちょっとそこら辺を解説できればなと思います。この夜のね、橋の明暗ゲームにおいてトップゲームもね結構有効だという話をしたんですが、実際にこの橋の明暗ゲームってこの常夜灯があることでアングラーにとって水面が見やすい状況です。やっぱりね、定番としてやっぱシーバスはやっぱついてるんですけど、まあ、そこにおいてやっぱ自分のルアーがどう通せているかっていうところが大事で、まずはね、水面が見やすくなっているので、ルアーがどこにあるのかっていうところをしっかり見ながら釣りをすることができるっていうことと、まあ、明暗の境目にシーバスが並んでいる、ね、ついてたりすると思うんですけど、まあ、その突き場に対してどういう流し方ができているかっていうところをしっかり目に見ながらアプローチできるっていうところがトップゲームの利点かなと思います。特に初心者の方っていうとかね、慣れてない方は橋の明暗ゲームでこそ練習しやすい場所だと思うので、慣れていくには明暗からやっていくと、でまたトップゲームを扱っていくと、その後シャローランナーだとかミノーだとかバイブレーションシンキングペンシルでね、トップ以外のルアーを扱う時においても応用編としてね、まずトップで やってみた釣りが生きてくると思うので、ぜひねトップゲーム、特にねウェイク系のルアーだとかペンシルとかですけど、引き波が出るルアーっていうのをぜひ水面で使ってみながら、ね、他のルアーに応用させてみているといいと思います。まあ、トップゲームでこの、まあ、明暗ゲーム今やってるんですけど、それをやっていく中で、まあ、明暗ゲームの中で僕がちょっと心がけてたり気をつけたりしてることがあるんですけど、いきなり、まあ、遠投で狙っていかないっていうところですね。まあ、それはなぜかというと、手前にも魚がついている可能性があるんですよ。この明暗の境目が、ね、広範囲に広がっている中で、魚が浅いところにもついてたりする中で、いきなり奥のね、魚にアプローチかけて、もしかかったりすると、まあ、バレたり、かかった魚が暴れたりすると、手前にせっかくついてた魚まで、ね、プレッシャーがかかっちゃうっていうことが起こって、複数本、ね、魚を取るっていうのも難しくなっちゃうので、いきなり遠くを狙わずにまず手前に魚がいないかっていうところを確認するために、まだそれがですねトップだと確認しやすいんですよね。トップってね、やっぱ勢いよく出てね、ルアーにバイトしてきたりとかするんですが、それが乗れなかったとしてもしっかりね、その後の活性的には残ってくれてたりして、その後もう一回通しても魚が出てくれるっていう状況があるのがトップゲームの良さだったりもするので、かからなかったらかからなかったで全然それでトップゲームの場合はそれで大丈夫だと思うんですよね。それがまたねミノーとかね、シャローランナーとかバイブレーションとかっていくとそうはいかないんですよね。ここがなんかねトップゲームの利点というか、そこがまた見切られにくさっていうところですよね。トップゲームの利点っていうのは、大きな利点はそこになります。最初から暗い中見ていいですか。徐々にこう下流側にじわりじわり歩いていきますね。まあ基本的にやっぱり夜は日中の釣りよりもスローな釣りだなっていうのは思いますね。どのルアーに関してもそうですけど、まあ、トップもそうですし、まあ、このガボッツもそうですけど、日中はねやっぱり見切られないっていうことが大事だったりするんで、割と早い動きっていうのが、ね、重要だったりするんですけど、夜の場合はゆっくりならゆっくりなほどいいっていうふうに僕は思ってます。なのでできるだけね、ゆったりな、まあ、ゆったりこっちに回収をゆっくりできるようにでゆったり流せるようにっていうのを心がけてるんですけど、夜はねできるだけ魚にずっとルアーを見せたい、発見してもらいたいんですけど、日中の場合は派手に動かしてアピールを強くして、ここにあるよっていうのをアピールして食わせたいっていうところで、夜の場合は、まあ、できるだけ長くそこを通して長く見せて食わせたいっていうような、そういう意識の違いはありますね。
今あの日中入ってたようなポイントと同じようなところに入ってて、流れが絞れていて、まあ、浅いところに来てるんですが、まああのまあ、そういったポイントをね、まあ、日中ダメでも夜ね入り直すっていうところはやっぱ有効なので、それでね、時間とタイミングを変えて入ってみるっていうことは大事ですね。明暗部だとね、まあ、明るいところがあって自分がどこを通してるか分かるじゃないですか。まあね、今度は真っ暗闇なので、それが今度は明るいところでやってた釣りを今度夜ね暗い中で実践するっていうところで、ちょっとまあ難易度的にはもしかしたら上がるかもしれないんですけど、そこをまあ明暗部とか日中でしっかり練習っていうかね、感覚をつかんで、真っ暗な中だとかオープンエリアで、まあ、そこを実践してみるっていうところが、まあ、そこを感覚を養うっていうところは大事なので、まあ、そういったところでね、暗い中の方が、ね、実際のところ魚って、ね、いたりすると思います。釣れやすいっていうのはあると思います。僕はね、明暗部もやっぱ魚いるんで、やっぱり好きなんですけど、こういう明暗部ではないところの、ね、真っ暗闇の中でやる釣りっていうのが結構好きで、そんな中でね、トップで出すっていうのはね、まあ、目でね、その代わり見にくい部分があっても、必ず耳でね、しっかりバーンって出る音がしたりとかして、結構興奮があるものなんですよ。おっしゃー、こんな感じでこんな感じで、ね、出るんですよ。はい、では、移動してきました。乗らなかったりとかしたのがちょっと悔しかったんですけど、ちょっとねまた気持ち入れ替えてまた頑張ります。カボット120、今移動してきたのは、まあ、流れ込みみたいな小さな川というか流れ込みというか、まあ、そんな小規模なの河口域になります。まあ、ストック数的には数本しかいないかもしれないんですけど、まあ、その数本をねしっかり取りたいなっていうところなんですが、まあ、そういうところはやっぱりタイミングにシビアだったりするんですよ。満潮から下げ出しのタイミングだったり、干潮から上げ出しのタイミングだったりとか、まあ、小規模なところってそういうところにシビアなところがあるんで、いれば魚がね割と簡単に出たりっていう時もあるんですけど、その分出す条件っていうのがしっかりあるのところなんで、まあ、そこに会えばいいなっていうところですね。対岸の方にまでベイトが行ってるんで、これいい傾向です。どんどんベイト落ちてきますよ、多分これから。マットチャート、もうほんとね、なんかカラーってどの状況で何がいいっていうのは、やっぱそこが自分の強みのカラーっていうか得意なカラーになっていくんでしょうけど、やっぱなんかこう、やっぱり人の好みとポイントの相性とやっぱあるんだなっていうのはすごく感じますよね。だから月曜だ闇曜だっていうところっていうよりは、なんか明暗部があったりとか、すごく街が明るかったりっていうところと、ま、普段からもう真っ暗でライトなんかないようなポイントってことじゃ、ね、そういう真っ暗なところってめちゃめちゃマットチャートとかパールチャートとかそのあたりが強かったりとかしたりしますし、めちゃめちゃ明るいフィールド、周りがライトだらけで明るいところっていうのがクリア系が良かったりとか、なんか本当なんか土地柄が出るところもあるんじゃないかなっていうのは思いますね。ん？おっしゃ、出た！来た！よっしゃ、来たわ。おー、危ない危ない、これは嫌な予感これは嫌な予感だ、やばい、裏技、よっしゃ、逆からすくう、入った色変えたらすぐ反応ありました。なんかそういうことね、カラーの話もしましたけど、ね、
か光の当たらないところでやってたら明るい色に出ましたね。いやなんかね暗闇だったんであれですけど、やっぱね音でいやもう本当音がねびっくりって感じですね。やっぱ夜でもやっぱ水面に弾け飛ぶ出る音がやっぱこうたまんないですよね。でもね乗らなかったりするとすごくなんか歯がゆかったりするんですけど、いやでもこの迫力がね夜でも手元に伝わってかつ音でわかるっていうのが、うん、日中とはまた違う楽しみありますね。よしよし行きました。わあトップ楽しいいやこれがあるからねトップはやめられないっすよ。いや結構これ多分地合い来たっぽいですよ。いい流れ当たってますし、なんかいい感じでベイトもね落ちてきてるし、なんか表層ありそうですよこれ。ちょっと今良さそうなんですけど、ちょっと今ここで一旦カラーを戻します。マットチャートってその地合いが来た時の一本取るにはすごく重要だったりするんですよまあやっぱり色味が発揮してる分か反応を取るのは早いですよね。ただその後続くっていうところ連れ続くっていうところでいくとマットチャートよりも他のカラーの方がまだその強みがあるかなって思うんで、ちょっと一旦、ね、マットチャートからこのクリアに変えて様子見ましょう。ね、ガボッツ90だと多分アピール力が弱いんですよ。だけど150だとでかいかなっていうところ でやっぱりうまくねこの120っていうサイズが肝ですね。おっしゃ来た出た出たよっしゃよっしゃ、ちょっと魚が元気すぎる。危ない危ない。おっしゃ。よっしゃ。いや、やりました。いや、地合いだったんですけど、あえてね、カラーをまた一回戻してみて、はあ、まあ、気持ちリセットという感じです。最高っすね。いやーこの何ですか、手元に伝わる衝撃とやっぱバーンチバーンって出るこのなんかね迫力がね、なんかの真っ暗闇の中でもやっぱちゃんと伝わるんですよ、わかるんですよ。いやー最高っす、夜のトップも。ほんとお疲れ様でした。今回は、僕の大好きなトッププラグをですね、今回発売となるガボッツ120を使用しながらお話しさせていただいたんですけれども、いろんなメーカーさんにですね、まあ、今トッププラグっていうのはたくさんあります。もう素晴らしいルアーがいっぱいありますよね、まあ、その中にもブルーブルーにも、まあ、トッププラグはガボッツ以外にもガチペン、まあ、ガチポップ、まあ、ラザミンとかですね、まあ、他にも水面系ルアーっていうのはねラインナップが充実してきてます。まあ、トッププラグっていうのはですねすごく面白いルアーです。状況だとか時間帯だとかフィールドのコンディションだとかですね、そういうところに合わせて、まあ、いろんなトッププラグを使い分けていくとより楽しさだったりより奥深さだったりっていうところを感じることができると思います。僕もねこうやってトッププラグ大好きなんですけども、皆さんにも、ね、トッププラグのゲームをね大好きになってもらいたいなという気持ちがあります。今回も動画にお付き合いいただきありがとうございました。